鶴の恩返し昔々若い男が一人で山に住んでいました男はお金がないので山の木を売って生活していますある冬の日男が家に帰っていると変な音が聞こえましたこれは何の音だ 男は音がする場所にゆっくりと向かいました。すると雪の上で休んでいる鶴を見つけました。変な音は鶴が鳴いた声だったのです。鶴は疲れて動けないようでした。男はそれを見ると急いで家に帰りました。そして 自分の夜ご飯を持って、鶴がいるところに向かいました。これを食べて。男はそう言って、鶴の横にご飯を置きました。鶴がご飯を食べている間に、男は静かに家に帰りました。